今回このアルバムは自分たちのバンド名をタイトルにしたんですけれど、武道館が終わって初めて出すアルバムだったので、今の等身大の私たちのこう姿だったりとか思いが詰まったアルバムになっているので、もう私たちそのものということで「Silent Siren」っていうタイトルにしました。就是说，他说这一次啊，就是他们发行的这一张专辑呢，就是以他们的团名来作为这个专辑的名称。那这也是他们在武道馆的演出后发行的。那这张专辑可以就是完全的表现出 Siren Siren 然后这个女子团体的这种整个氛围、整个心情。然后还说这个专辑同时给他们许多的回忆，然后也希望大家能够听。嗯，可愛いよね。なんか日本と近しいものがあって派手、まあ、原宿みたいな感じのファッションの方が結構たくさんいましたね。なんか流行ってるものとかが結構共通するものが多いなって思いました、日本と台湾が。はい、他就说他觉得说台湾的就是看了一下流行，他觉得说很可爱这样子。那就是那个风格打扮跟日本的元素其实很像，很多就是跟日本很像。那元素的那种穿着打扮的年轻人也很多。然后他们在就是也在讲说，就是台湾的流行和一些共通点哈，跟日本其实都有很多就是很类似的地方哈。那就是觉得说很多地方流行的部分跟日本其实是差不多的。優しいじゃないですかね。对，ひなちゅう说他希望有爱心。同じですね。あいにゃんも優しい人がいいです。あいにゃん说也是希望有爱心的人。对。優しくて面白かったらその人の全部を好きになれるかな。顔はなんか若い頃はって言ったらあれなんですけど、多分10代の時とかは顔がかっこよくていやーって好きになるけど、やっぱり。だんだん長いこと付き合うとなると顔よりも多分性格で、多分その選択肢が優しくてお金持ちで頭が良くてとか、そういうなんかその他のって全部見た目じゃないですか。だからその一緒にいて自分がどう思うかというか、優しい人とずっと一緒にいたら自分も優しくなれるかもしれないし、お金持ってる人だったら自分はいい生活できるかもしれないしとか、そのなんか長い目で見るようになりますね、大人になると。讲的很好，好，他就说就是如果这个人是又有爱心，然后又很有趣的话，他觉得这个样子太棒了哈。就是在十几岁的时候，可能会看人的那个男生的外形，就是他的，对不起，他的脸。什么爱什么会会看脸哈，但是就是年纪越来越增长的时候，就会发现其实不是这样子，应该是要看就是说他的除了爱心以外，还有跟他在一起开不开心。那比如说要讲，比如说一般人会挑，比如说又温柔又有钱，头脑又好，对不对？但是有钱这些事情都是比较外在的，比较表面的。如果说在一起呢，会觉得感受他爱心，他要对你很好的话，这其实才是长久的。ネズミが何匹かにもよるんですけど、でも雷が怖いです。他说那个老鼠要看几只哦，如果先不讲几只的话，应该是打雷。スーは雷も全然平気だし、地震もまあ大丈夫じゃ大丈夫なんですけど、他のも大丈夫なんですけど、ゴキブリはあんまり見たことがなくって、家に初めて出た時は3日間ぐらい開けました。バルサンをして、バルサンっていうバルサンっていうゴキブリを退治する家を部屋を密閉して1日っていうか何時間か置くやつがあるんですけど、殺虫剤が3日間も怖くて3日間家開けました。そしたらテレビの上で死んでた。テレビの上で他说他其实不常看到蟑螂，但是他在第一次看到蟑螂之后呢，他因为太害怕了，所以就去买那种可能是那种水淹式的那种杀死蟑螂的那种消灭蟑的东西，而且他那种水淹器的那种东西，他还放了三天来消灭蟑螂。后来在那个有一只终于死掉，那只在那个电视机 在电视机上面死掉了。避難地は地震です。地震って台湾でありますか？そうですよね。まあ他のはあんまり人が死ぬことには
関わらないというか、うん、でも地震って物が倒れてきたりとか、うん、やっぱり建物が崩れたりとか自分だけじゃなくて大事な人が危険な目に遭ってしまうから怖いです。他刚刚来问说台湾有地震吗？我说也是有，也是有很大的哦。他说他地震他最害怕。他说比如说像其他东西，其他的事情来讲，就应该还不至于会就是可能会有人死掉这样子。但是如果发生很大地震的话，不仅是就是说建筑物啊等等什么都会有倒塌。那不仅是自己，连自己觉得很重要的人也都会因此可能失去生命。所以他觉得地震最恐怖。嗨，アイニャンです。割と私何でも大丈夫な人間なんですけど、でも日常であったら怖いのは痴漢です。結構日本は多いので。台湾は多いですか？少ない。安全ですね。満員電車とかってそんなに救急はまではしないですけど、少ない。まあいるんですけども少ないですね。日本のラッシュの時は本当にすごくって、結構でもよくありますね。なので、うん、女子も気をつけないた方がいいと思います。就说他其实就是爱娘对于其他的部分他都觉得还好，因为日常生活那如果以日常生活来讲，应该是最怕在那个电视上面遇到色狼吧。然后他问我说台湾的色狼多不多，因为日本色狼多。那我就跟他讲说台湾有但比日本少哈。然后他说那台湾的电车会很挤吗？我说会挤，但是没有日本那么挤。还有日本哈，就是那个电车很挤的时候很恐怖，就是那个人很多嘛，常常就会遇到色狼，那女孩子就一定要小心。台湾でライブをするのは初めてなので、まあ、それだけでもすごくワクワクしてるし、昨日来たんですけど、昨日今日っていろんなところに観光できたので、MC の時にそういう話もできると思うし、サプライズとかも考えているので、本当に楽しみで最高なライブになるなと今からワクワクしています。明天就要举行演唱会了，那这是他们在台湾第一次举行演唱会，他们心情非常的兴奋紧张。那就是他们昨天来到台湾，那昨天和今天其实都有稍微做一个简单的观光。那他们打算到时候可能在演唱会中场，就是跟歌迷在聊天的时候，他会聊到这些事情。那也准备了一些惊喜要给现场的歌迷，也希望说各位要去欣赏，或是对他们有兴趣的歌迷能够期待，明天一定给大家一个最棒的演出，他们现在非常非常的兴奋。